アイアンワークスオブミザリー、マクミランエステート。はい、そういったことでね、今週もデッドバイデイライトやってくる。今のいりました？妹のフランドールです。やっぱホラーっぽい入りの方が雰囲気出ていいかなと思って。毎回お姉様の実況で雰囲気ぶち壊してるんすけどね。ということで今回はワンちゃんジャケットでおなじみのデイビッドキング、デビキンでフック救助デイリー消化しに来ましたよ。あくまでデイリーはおまけなんで無理な救助は控える方向で。わかってますって。しかし最近は以前にも増してランク全然上がらんなったなぁ。おっとやべえ鬼に見つかったか。どうやら新しいランク判定のエンブレムシステムで以前よりもかなり上がりにくいっていう噂ですね。以前は単純に高得点出せばランク上がる仕様だったけど、今はいろんなカテゴリーでポイントを取る方がランクは上がりやすいらしいっすね。つまりチェイス戦や修理戦といった一つのカテゴリーに集中するよりも平均的に活躍した方がランクは上がりやすい模様。ポイントを稼ぐプレイとランクを上げるプレイに少し違いが出てきたっていう感じかな。その後は鬼を巻いて順調に発電機修理するも仲間がフックのピンチ、ここはなんとか救助したいところ。と思った矢先に早速トラッパーに見つかってチェイス開始。まあここはわしがおとりになる形で他の人が救助すると思いますんで。そのためにもここはしっかりとタゲ取って時間稼いでくださいね。わかってますって。板乗り越えてっからのトラッパーに気をつけてるかしっかり後方確認。おわマジで追ってきた。こいつ内心タゲ取る気なかったんやなって。正直わしそんなにチェイス自信ある方じゃないんでね。デビキンのかなり大柄な体格に加えてこのふざけたジャケットのせいで鬼からのヘイトはかなり高いですからね。これは完全に2階まで追ってきてますよ。ここの建物内はかなり逃げやすいんでサバ有利ですんで。おいミスおい、この窓塞がってんじゃねえかよ。サバ有利じゃなかったのかよ。いや遠くからでも窓塞がってるのわかるでしょ。と思われるかもしれませんが、実際のゲーム画面ではかなり暗いんでわかりづらいんですよ。動画では見やすいように明るく加工してありますんで。ということで捕まってしもたのですよ。しかし逆にこの2階のいっちゃん奥でダウンしたのは時間稼ぎにはかなり好都合。さすべて我の計算通りなのだぞ。嘘つ。ともかくこの間にフック救助急いで遅れやす。トラップ引っかかってるみてえっすけど大丈夫っすかね。こうなればわしももがいて自力脱出でトラッパー2機をスタンさせるぞ。鬼に担がれた状態でも左右連打でもがきゲージ貯めると自力脱出可能。脱出成功。さらに一瞬鬼はスタンするんでうまいこと全員逃げれましたね。母どうよ、このわしの完全に計算し尽くされたスーパープレイ。完全にまぐれですけど珍しくええ感じのプレイできたのは事実ですからね。4ヶ月やってもランク20から抜け出せない事実。まあ細けいことはいいじゃないですか。あとはわしが鬼を振り切ればいいだけの簡単なお仕事。こっからフラグ回収シーンになります。あれ来てない、これ来てないやつ。じゃここ戻っていけばええパティンやね。うっぱフリージャン、左奥っ側に隠れてるやつじゃん。フリージャン、浅はか。マジかよ、ここまで来て逃げ切れねえ。そかマジかよ。ここはトラッパーの人の読みがうまかったっすね。今度はもがき脱出も無理でがっつり復帰直行コース。あとは仲間が助けてくれるのを待つっけねえですね。もう無理かと思った時にジェイク君さっそう登場。あざっすあざっす。鬼もキャンプはしてなかったんで助かりましたね。なんやかんやで残り発電機2台から進展ないまま味方が復帰されたんで救助しに。しかし早速鬼に見つかってますね。ここはまたわしがおとりになってその隙に他の人が救助する例のやつですかね。しかし鬼もそれを警戒して今度は追ってこねえっすね。ならばここはわし自ら救助行っちまいます。お姉様、フック周りにトラップあるかもですんで注意ですよ。おっと、トラバサミもパーク、小さな獲物が音でお知らせ。小さな獲物はトーテムだけでなくトラップ系にも警報なるんでトラッパーやハグ相手には便利。そして追ってきたトラッパー2機も自分のトラップに引っかかるラッキー展開で無事脱出。我々もトラッパーやってるときついつい自分で踏んじまうことありますからね。視野の狭い鬼だとサバ追っかけてると足元見えにくいですから。その後は無事発電機修理完了も味方がダウンのピンチ。仲間を見捨てて脱出などありえん。ここは見たびわしの出番ですね。ずっともパークつけてるやつの救助はほぼボーナスポイトン稼ぎなんだよね。それ一番言われてるから。そんなブラッドポイトンの亡者どもと一緒にすわ。待ってろ、わしのブラッドポイント。どうでもいいんすけど、鳥間小さな獲物が反応してるんで近くにトラップあるのは注意っすよ。オッケー、ここはまずは救助する前に手前にあるゲート開けつつ様子見の作戦で行くぞ。ふざっけなよ、トラップあんじゃねえかよ。ふざっけなよ。こいつなんで人の話聞いてないん。ただ運よく一発で罠は外れたんで、ここはゲートオープン作戦続行。ここは一時退却ですぞ。さすがに鬼にバレバレなものの、ゲート通電してるんで相手も無理に追っては来ない模様。鬼は通電後はフックしたらキャンプが普通ですからね。結
局他の味方が復帰救助するも鬼にチェイスされてローリータ訴訟テンスマン。この辺がもっとうまく立ち回れたら全員脱出も可能だっただけに申し訳ない。どうやら鬼も一人昇天できたんで満足したご様子。あとは特に追ってくる様子もなかったんで空いてるゲート目指してダッシュダッシュ。追ってくる気配がない場合は殴り拳銃を待たずにすぐ脱出した方がいいですからね。ということでグッゲーム皆さんお疲れ様です。また何かありましたら